阪神崩壊する。逆転負けで約1ヶ月ぶり3連敗中、日に2敗1分けで再び首位と今季最大のゲーム差4点を。負けたで。森下最近あかんね。近本が全出塁しても 2.3 番がタコしてたら勝てんわ。中日相手にボロ負けしてる、ひどい。昨日勝ってれば少しでも気が晴れたのにね。現地民も8金払ってまで見に行くわ。いろいろぶっ壊れて終焉迎えたわ。これで吐きねえ。勝ちたいとかないんか。中日はバンテリンでは強いけど神宮と甲子園に弱すぎるからな。ボーナスステージや梅ちゃんオリンピック頑張ってるだけで偉いので皆優勝です。ブルペン陣大崩れ珍しいな。石切ゲラしか信用ならんやん。もう完全にチームが壊れたな。去年の日本一チームがここまでになるとは。3連覇する広島とかオリックスと何が違うんや。1戦目小笠原のアクシデント生かせず、中日中継ぎを全く打てず負け。2戦目2点リードすら守れず、岩崎フルボッコ、あと1人から守備のエラーで同点にされ引き分け。3戦目投手陣大崩壊でフルボッコされ負け。今日の大竹なら坂本でも打たれてたやろ。今一番弱いからな。 A クラス危ないと思うぞ。阪神殺すマン細川。梅野は昨日いっぱい打ったからしばらく打撃面は休養やな。ヤクルトにも負け越し、広島にも負け越し、巨人にも負け越し、中日にも。今日は投手を一応4点取ってるんだしな。岡田米町どう？今日は誰のせいにしようかな。もう阪神ファンやめるわ。なしや言うてんねん。打線の調子上がってきた京セラで約3立てして、直接対決でも3立てすればアレンパよ。打線が絶望だった時に投手に負担かけすぎたね。あんなんで完走できるわけない。